はい、それでは今からロイヤルフォームのインストール方法について説明します。まずインストールを始める前にロイヤルフォーム専用の MySQL データベースを一つ作成しておいてください。それではインストール方法を説明します。まずですね、こちらのロイヤルフォームダウンロードした圧縮ファイルを開始としていただきますとロイヤルフォームというフォルダが展開されます。この中を開いてください。はい、この中にシステムを構成するすべてのファイルとフォルダが入っています。このすべてのファイルとフォルダをサーバーにアップロードしてください。 FTP ソフトを使ってアップロードします。アップロードが完了しましたら各ファイルとフォルダのパーミッションコードを変更していきます。まずは log.php というファイルのパーミッションコードを変更します。lock.php というファイルです。パーミッションコードは606に変更してください。はい、次に stats というフォルダを開きます。この中の log.php も同じように変更します。はい、606に変更してください。上の階層に戻ります。次は admin というフォルダを開きます。アドミンですね。はい、同じように606に変更してください。完了したら上の階層に戻ります。次にコンフィグフォルダに移動します。 config というフォルダです。この中の index.php、ファイルのパーミッションコードは757に変更してください。次にユーザーアンダーバーコンフ PHP というファイルがあります。 user アンダーバー conf.php、 はい、同じように757に変更してください。完了したら上の階層に戻ります。次に各フォルダのパーミッションコードを変えていきます。まずダウンロードというフォルダを変えます。はい、属性変更で757に変更してください。続いてユーザーイメージズというフォルダがあります。はい、このフォルダのパーミッションコードを757に変更してください。次にフォームというフォルダに移動します。 FORM ですね。はい、FORM フォルダの中のアップロードというフォルダをクリックします。はい、こちらのパーミッションコードも757に変更してください。はい、続いて DB というフォルダですね。同じように757に変更します。はい、続きましてキャプチャーというフォルダがあります。 CAPTCHA というフォルダです。はい、パーミッションコードを757に変更してください。 OK ボタンします。はい、以上で全てのファイルとフォルダのパーミッションコード変更が完了しました。では上の階層で、はい、最初のところに戻ります。はい、これでですねパーミッションコードの設定は完了しました。 FTP ソフトは終了せずにこのまま開いておいてください。次にブラウザを起動します。はい、そうしましたらインストールする URL、 あなたがアップロードしたアドレスですね、スラッシュ以降インストール PHP とタイプして移動ボタンを押してください。スペルは INS
dall.php です。こちらがですね、ロイヤルフォームのインストール画面です。それぞれ各項目について説明していきます。上から4つの項目は MySQL データベースに関する情報です。まず一番初めの MySQL ホスト名、こちらはデータベースのホスト名を記入してください。事前にですね、ロイヤルフォーム専用のデータベースを作っていただいていると思いますので、そちらの情報を記入していきます。でこのホスト名なんですが、一般的にはローカルホストになってます。レンタルサーバーによっては違う名前を指定する必要があるところもありますので、そうした場合には必要に応じて書き換えてください。次に MySQL ユーザー名ですね、はい、データベースのユーザー名を記入してください。さらにその下に行きます。こちらは MySQL パスワードを記入してください。さらにその下ですね、こちらは MySQL データベース名を記入してください。次にインストール URL ですね、はい、ロイヤルフォームのシステムをインストールする URL を記入してください、はい、一番確実な方法はですね、現在このインストール画面を開いてますので URL を確認します。スラッシュインストール PHP となってるはずですね。そうしましたらスラッシュより左ですねを全て選択してコピーしてください。このアドレスを貼り付けてください。で注意事項なんですが、一番右のところですね、ここにですねスラッシュが入らないように注意してください。最後にドメイン名ですね、このドメイン名はですね、もしあなたがロイヤルフォームのこのシステムをインストールするときにこのようにですねサブドメインを作っている場合も作っていない場合も、ここに記入するドメイン名は必ずドメイン名のみにしてください。サブドメインを作っていたとしても、このドメイン名のところにはサブドメイン名を記入しないように注意してください。はい、以上ですね。このすべての項目を記入しましたら、インストールボタンを押してください。はい、これでインストールが完了しました。インストールが完了しましたら、もう一度 FTP ソフトを開いてください。インストールは完了しましたので、サーバー上のインストール PHP というファイルを削除します。はい、これでインストール PHP のファイルを削除しました。最後にですね、ブラウザを開いていただいて、先ほどのインストール完了画面からアドミンエリアにログインします。初回のですね、ログインパスワードは PASS となっています。はい、クリックしていただいて PASS と打ち込んでログインボタンを押してください。このように正常にログインできればインストールは完了です。インストール完了しましたら、まずはじめに初期設定というところを行ってください。はい、では初期設定についてですね、各項目を説明していきます。まず一番上のログインパスワードですね、これはアドミンエリアにログインするためのパスワードです。必ずですね、インストールが完了したら変更するようにしてください。次がメールアドレス、これは管理者のメールアドレスですので、あなたのメールアドレスを記入してください。次にサービス名ですね、このサービス名は登録メールの通知などで利用される名称です。その下に行きます。サービス名2というのがあります。こちらはですね、 PayPal の決済画面で使用される名称です。で商品 ID ですね、こちらも PayPal の決済で使用される商品 ID です。任意、あなたのお好きな ID をつけてください。そして購読料。これは毎月の
課金金額ですね、はい、あなたの会員さんから課金する会費の金額を記入してください。次がペイパルアカウントですね。あなたのペイパルのメールアカウント、メールアドレスを記入してください。次に ID トークンですね。ペイパルの ID トークンをペイパルの管理画面から取得してこちらに記入してください。はい、次にアフィリエイトコミッションの金額ですね。はい、アフィリエーターさんの紹介で入会したメンバーさんがいるとですね、その人数に応じてアフィリエイトコミッションが発生します。そのアフィリエイトコミッションの金額を記入してください。このビデオの例ですと、この設定例ですと、購読料1800円に対して紹介していただいたアフィリエイターさんには900円のアフィリエイトコミッションを毎月支払うと、そういう設定になります。はい、次にメンバー登録用パスワードですね。これはですね、メンバー登録に必要なパスワードです。通常ですね、決済が完了するとお客さんのところには登録用のパスワードがメールで届きます。でそのパスワードを使ってメンバー登録していただくという仕組みになっています。もしですね、あなたが代わりにメンバー登録を手動でする必要があるときには、パスワードが発行されておりませんので、その時に使うマスターパスワードとして設定するものです。こちらもデフォルトで PASS となっていますので、分かりやすいパスワードに変更しておくようにしてください。分かりにくいパスワードですね、はい、分かりにくいパスワードに変更しておくようにしてください。次に利用規約のページ URL ですね、はい、利用規約のページは事前にですね、あなたが HTML で作成していただいて、そのページのアドレスをこちらに設定してください。設定しますと、サイトフッターのリンク、それからメンバー登録のところのチェックエリアのリンク、その利用規約という文字のリンクがここで設定した URL に変わります。次に個人情報保護方針のリンク文字ですね。これもですね、サイトのフッターエリアのリンク文字です。この文字と対になっているのがこの下の設定ですね、個人情報保護方針のリンク URL、はい、こちらも事前にあなたが HTML で準備していただいて、そちらにリンクするようにしてください。この設定例ですと、サイトのフッターエリアに個人情報保護方針という文字、そこにリンクされる URL がこちらになると、そのような設定になります。同じようにですね、運営会社の設定も行ってください。運営会社のリンク文字、それから運営会社のリンク URL、 お好きな文字と URL を設定できます。これもサイトのフッターエリアに表示される部分です。ここまで記入したらですね、初期設定を保存のボタンを押してください。これで初期設定の保存が完了しました。はい、以上ですね。ここまでがロイヤルフォームのインストール方法と初期設定の説明です。以上でロイヤルフォームのビデオチュートリアルを終了します。ありがとうございました。